市ですね、人が一人亡くなってます。お願いします。昨日ショーグループ皆さんやっていただいたと思うんですけど、その、まあ、編成を見て、まあ、友達とか先生から親も含めていじめがあって、でもやめてくれっていう勇気もなくて、家族は難しいですね。できれば向き合いたくない向き合いたくない自分が加害を人に与えたなんてなんか思ってなくて、俺は被害者だなって勝手に思った。被害者は亡くなってるんですけど、お前も悪いだろっていう部分があったんですよ、被害者に対しては。その帰る場所があるっていう感覚が多分本当にない。実際今刑務所で教育とか受けてて、自分なんか変われてるんですか？あなたに知ってくらいでなんですか？